この動画では全国にあるミゼのサロンで実際にお手入れをされているサロンスタッフミゼのお姉さんに様々なお話を伺います。皆さんこんにちは、ミゼちゃんパーソナリティの中村真理子です。ミゼに行ってみたいけれどどんな雰囲気かわからなくて不安と思っている方にミゼってこんなところと知ってもらえたら嬉しいです。今回はですね、大阪府難波にあります難波パークスタワーのミゼのお姉さんにお話を伺います。勤続歴1年半となります。いつも笑顔にをモットーに心がけております。私自身も気についてコンプレックスがあって、私ももともとここに何年間通ってたんですけども、同じような悩みを持たれてる方に、私もそうだったんですよっていう、自分の腕をこう見せてここのビフになるんですよっていうと、お客さんはすごいとか言ってくださるんですけど、でも毎日自己処理してて本当にジョリジョリだったんですって言っても嘘だっていう風に信じていただけなかったりすることもあるので、いや本当なんです、私もずっと会員で通ってたんですよって、こういう風になりますのでって言ったら、そうなんですかって言って悩みを共有できたお客様は特に印象に残っております。嘘って思って通い始めてくださった方でものすごく効果を実感しましたっていうお話とかってありました？はい、あります。水着を選んで遊びに行けるようになったとか、ノースリーブの服がためらいなく着れるようになったとか、そういう喜びの体験を聞くのは楽しいですし、私もそうでしたっていう風に一緒に盛り上がることができます。経過多いあるあるとか、毛深いあるあるとか、自己処理大変あるあるとかで結構盛り上がるんですけども、修学旅行の前とかにすごく頑張ったとか、自己処理をプールとかお風呂イベントがすごく嫌だったとか、例えばこんなところに毛が生えてるのってもう世界で自分しかいないんじゃないかっていう風に思ってたとか言うと、私もですとか、サロンに来たことによって今も自分もそうだったんですっていうお悩みを打ち明けてくださることとかありましたね。答えづらいかもしれないんですけれども自分だけしか生えていないと思っていた場所って具体的にはどこになるんですか？やっぱりデリケートゾーンのヒップ奥だったりとか、乳輪周りとか、自分しか生えてないんじゃないかっていうのはあったんですけど、まず箇所がいっぱいあったので、あ、こういう箇所が準備されてるんだなってことは、悩んでるのは自分だけじゃなかったんだなっていうふうに思いました。当時は一番悩んでたのは腕とか足とか見えるところだったんですけど、最終的に一番やってよかったなって思う箇所はデリケートになりました。初めは特に悩んでいなかった場所が最終的には一番やってよかった場所になったんですね。はい、そうです。それぐらいやっぱりあまり知られていない部分なんだなっていうのを感じました。脱毛をしてよかったこと3つとかってありますか？はい、あります。1つ目がやっぱり自己処理をしなくてよくなったっていうのと、あとは水着とかノースリーブの服とか着れる服が増えたっていうのと、自分の肌に自信が持てるようになったです。脱毛しなかった人生が考えられないぐらい変わったので、まだ悩んでるって方には本当にぜひ始めていただきたいです。私も初めての来店時はすっごく緊張したんですけれども、一回来ていただければサロンの雰囲気とか安心して来ていただけると思いますので、でその後には綺麗になったお肌が待ってますので、まずは始めていただきたいです。難波パークスタワー店でもお待ちしております。